では次に、雷門と浅草寺を、場面に、シーンに足しましたが、前にも、説明したように、まだ場所が浅草にはこれありませんね。今は多分ウィスコンシンにあると思うので、それをチェックしましょう。ロケーションに行きます。はい、そうですね。これはウィスコンシン大学にありますので、まずじゃあこの2つのマーカーを東京に動かしましょう。少しかな。はい、このくらいですかね。もうちょっとですか。はい、これですね。どちらか分かりました。これは浅草寺ですね。大体東京へ持っていきますね。それから一度ズームで、まだだいぶ海の上ですね。よし、で、これもですね、場所を最初に決めると、この緯度とか経度とかって、ここに数字を入れてもできますから、多分たくさんあるときにはその方が早いと思います。お、だいたいいいところですね。はい。この辺なので、で、この青い枠というのは、範囲です。今は25メーターですね。25メーター内に入ってくると、感知しますよということです。これ、雷門はここですね。このくらいにしておきましょう。そして、これが浅草寺ですから、浅草寺は、もうちょっと、北の方ですね。中見世をずっと歩いて、はい、この辺で浅草寺の本堂と、はい、これで今、2つ正しい場所に置けましたので、じゃあこれでシーンにセーブしたわけですね。こちらもセーブします。はい、そしてシーンに戻りました。はい、じゃあちょっと一休みしましょう。